空白の白。なかなか詩的な表現ね。私、すごく恥ずかしいので、傷口に塩はやめてください。傷口に塩？あれ、意味が通じませんか？傷ついた人に対し。解釈合っている？人は恥をかいたとき、それをよく覚えているの。だから、覚えました！覚えましたから、ぜひ先に進めてください。残るは、う、と、えで、えを優先しましょう。語根に、えがついたものは、副詞。これは、他の動詞や形容詞、さらには、別の副詞も修飾することができます。例えば、急いで走っているは、ラピーデクーラスになり、ゆっくり走っているは何でしょう？また問題ですか？私、ほとんど単語を知らないので。急ぐの反対。え、今質問されたのってゆっくりですよね。ユリアーモーには単語の意味を正反対にする方法があります。お忘れですか？正反対？なんだ？あれ、なんかあったな。
頭につけたら、マルラピデクラスってどうですか？正解。しっかり覚えているわね。もう私が教えることは。いやいやいや、先生、今ここで突き放さなくても。ほら、まだうっか残ってますよ。このボンヴォールが意思法の一つ。え、叱られたわけじゃなくて。それも含めて。例題としてちょうどよかったでしょ。意思法ウは主に命令を表現するときに使います。そうすると今のは静かにしろってことですね。少し違うの。例に挙げたボンボールは日本語で言うとどうぞにあたる促し。もし静かにしろなら、意思法は命令的な意味が強い。だから最後にミペータスをつけて和らげる。そんな心遣いも時には必要ね。大体そんなところね。ちなみに意思法は動詞です。あれ、そうするとさっきの過去形とかの仲間ですか？
その通り。では今日はこのぐらいで。それは間違い。インストルーが教えろです。何にしても他に来館者が現れたら。じゃあ他の誰かが来るまで日常会話に不可欠な単語とかを。前置詞、接頭辞、設備辞、疑問詞などいっぱいあるの。他にもいろいろ。私は焦らず日常で覚えることを。のために欠かせないものを教えてください。できれば覚えやすくて使いどころの多そうな単語を。相関詞かしら。規則性があって応用が効く単語群ね。でも組み合わせの数がとても多いの。もしも図書館に誰かがやってきたり、私がギブアップしたらそこで終了ってことで。わかったわ。では心して。足音が聞こえない？このタイミングで？どうしてこうなったんだろう。